はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は幸福度に関わる心理学の話をしていきます。果たして楽しみ、旅行とか食事とか友達と遊ぶといったことは先にやってしまった方がいいのか、それとも後に取っておく方がいいのかっていう話をしていきます。で、皆さんは食事ね、友人とか恋人とか家族とかといった時に、メインディッシュは先に食べる派でしょうか、それとも後に食べる派でしょうかね。あ、先に言っちゃったあなたは食事をするときに好きなものを先に食べる方か、それとも後の楽しみにとっておくかですよね。で、これっていうのは性格とか物の考え方によって違うんですけれども、じゃあ楽しみは先にしてしまった方がいいのか、後に取っておく方がいいのか、これどっちの方がより幸福度を得られるのかっていう話ですね。で、これ結構結論が出てるので、それを探っていきましょう。はい、ね、で、これ楽しみを後に取っておくっていうのが、結構定説だったりするんですよね。で、それなんでかっていうと、先にしんどいことをやっておく方が、後に楽しいことがあるというね、定説が皆さんの中にあるかと思うんですよね。僕もそんな感じです。はい、僕もそんな風に、どっちかというとそのメインディッシュとかは後に食べる派なんですけどね。例えば仕事を終わらせてからバカンスに行かないと、先に旅行に行ってしまうと、後でわー、あの資料まとめなくちゃいけないなとか、うわ、部長との面談やだなみたいな、こう嫌なことが旅行中に頭ちらつくんで、心の底から楽しめてる感じがしないってなっちゃう気がするんですよね。ところが事実は違ったんですよね。え、そうなの？え、まさか？っていうことなんですけど、結論としては、楽しみは先であったとしても後であったとしても、例えばバカンスだったら結局どっちも楽しんめますよっていう結論が出たんですね。あ、そうなんだってところですね。で、これはシカゴ大学というところで実験が行われまして、楽しみは後の方がいいのっていう問題を、同じように抱えてたんですよ。やっぱり先にやってしまうと後に苦しいところが残ってると不幸になりやすいんじゃないかっていうのがあったんで、いろいろと探っていこうと。で、実験内容としては、試験を控えた学生に協力をしてもらうんですね。で、試験を受ける前にスパに行ってもらうか、スパって言ったらマッサージとかね、そういうのが近いと思ってもらったら OK です。で、試験後にスパに行くのかっていうのを、回答してもらう、やってもらったと。どっちが先がいいか後がいいかっていうのを選んでもらったっていう感じなんですね。で、結果を予想してみたんですが、その予想としては、テスト後にスパに行く方が楽しめるんじゃないかっていうことを研究者たちは、予想をしました。ところが、その結果どうなったかっていうと、楽しさ、スパを楽しんだレベルに関して差はなかったっていう事実があったんですね。楽しいことに関しては順番に関係なく、やっぱり楽しいんですよ。気持ちいいんですよ。で、これに関しては何度か同じような実験を繰り返してやったみたいなんですけど、性格の違いっていうのも影響はなかったので、結局結論としては、楽しいことを先にやろうが後にやろうが、どっちでも問題ないんじゃねえかっていうことでした。はい。で、これをなんでそうなったのかなということを考察してみるとですね、なんで楽しみは後の方がいいのかっていう、そんな話が出るのかっていうところですよね。結局旅行を先に行こうが後に行こうが、食事を先に食べようが後に食べようが、楽しみは変わらないんですよ。もっと言うと、食事の中でもメインディッシュを先に食べようが後に残しておこうが、食事楽しかったなとか美味しかったなっていう気分は変わらないっていうことなんですよね。じゃあなんでそんな話が出るんだろうなっていうことを掘り下げていくと、多くの人は未来のこと、将来のことっていうのを心配してるから、後に嫌なことが待っていると集中できないんだろうなっていう思い込みがあるんですよね。楽しいことをしてても、明日は仕事かとか、うわ、試験勉強だるいなっていうことが、ちらつくかもしれないという予想があったんですけど、実際そんなことがなかったんですね。で、これに関しては心配しすぎな現代人ね、僕らもやらなくちゃいけないことめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、同じ1時間でも5年前10年前でもできることが多いから、
なんかね、ポジティブなことよりも、まあ、ネガティブなことが結構浮かびやすいと思うんですよね。で、それっていうのはメンタルへの影響が大きいんですよ。で、特に僕ら日本人ってなんかこう心配性な人が多かったりしますよね。あの人に嫌われたらどうしようとか、あんなことをしなくちゃいけないけどどうだろうかみたいなね。で、ここの部分の考え方っていうのを新しくしていきましょうぜっていうのが今日の、まあ、結論に持っていきたいんですけれど、まあ、実は楽しいことがあった後に仕事や勉強に取り組むと、まあ、何もしないで仕事とか勉強に取り組む、要は毎日仕事終わって食事して寝ます、でまた仕事行って食事して寝ますみたいな普通の日常を過ごすよりも、食事と仕事と仕事の間になんかちょっとこう楽しいことを挟む、温泉に行ってリラックスするとかマッサージを受けに行くっていうようなことをした方が集中力が上がったりとか満足感が上がるという、そんな事実があります。で、楽しいことで満たされた状態が仕事や勉強にも生かされるということがデータとしてもあります。で、それっていうのは例えばですけど、旅行に行った後は、まあ、最大でその満たされた感覚が2ヶ月間残って頑張ることができるというデータがあったりしますね。だから楽しいこととやりがい、仕事とか勉強のバランスっていうのは重要ですよっていうことですね。まあ、皆さんご存知かわからないんですけど、忍空っていうね、アニメ漫画があるんですけど、その忍空というアニメのオープニングテーマの中で鈴木夢さんという方がね、歌詞の中で楽しいことでも毎日続いたらそれと気づかずに退屈と変わらないねっていうことを言ってるんですね。楽しいことでも毎日続いたらそれと気づかずに退屈と変わらないねっていうことです。はい、まあ、楽しいことが毎日ね、ずーっと旅行に行ったりとかずーっと美味しいもの食べてたりとかするとなんか飽きが来ちゃう。それって本当に美味しいもの食べてるのかなとか、この旅行って楽しめてるのかなっていう感覚になってしまうということなので、多少のまあしんどいこととかっていうのはあった方が楽しいことの満足度とか幸せだなって思う深さっていうのは倍増していきますぜっていう話だったので、まあそれに関してじゃあ順番結局どうしたらいいのっていうと、どっちでもいいよっていうことです。はい、ただし片方だけがあのなんかなんて言ったら、楽しいことばっかりに偏ったりしんどいことばっかりに偏ってしまうと楽しいことを楽しめなくなったりとか、もうただただメンタルがやられていくっていう状況になってしまいますんで、まあ、両方のバランスを取りながら順番、今日はどっちがいいかな、ああこっち先にやろうかな、くらいの軽い感じで全然問題ないですよっていうのが今日のお話でした。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。